はい、こんばんは。今日もお菓子を紹介したいと思います。今日紹介するのはこれ。これオランダ産のクリスマスのお菓子なんですけれども、なんて書いてあるのか読めません。チョコクッキーって書いてあるのかな、なんでしょう、ちょっと気になります。で、なんかベルの形してるので、本当にこんな形してるのかなと思って、ちょっと興味があって買ってみました。開けてみます。あ、すごい開け方しちゃった。すごいかもしれない、これは。うるさくてすいません。すごい形は、こういう形をしてます。後ろはチョコ。あ、すごいいい匂いします。なんか海外っぽい匂いします。なんかこれをね、あ、こういう形とこういう形が2種類あるんですけれども、これを重ねてこういう形作るそうです。で、これ穴開いてるんですけれども、ここに紐を通してクリスマスツリーに飾るそうです。いいね。うちは狭いのでクリスマスツリーは飾りません。もう子供とか大喜びでしょうね、これね。で、味の方です。いい匂い。なんか食べるのがもったいない。硬い。味はなんだろう、動物の小さい、こんぐらいの、なんかいろんな動物のクッキーがあると思うんですけれども、あんな感じの味ですね。素朴な味にチョコレート、チョコレートもそんなに甘くなくて結構おいしい。周りにこっち側に砂糖がついてます。砂糖がついてる割には全然甘くないです。うん、すごいね。あ、ボルチェクリスマスベルっていう名前だそうです。寒い。なんか急に寒くなってきましたよね、最近。みんなも風邪には気をつけてください。そしてクリスマスをエンジョイしてください。こんな感じで、こっちにしよう。こんな感じで、寒いのに見て、溶けてると思ったのに溶けてない。こんな感じで今日はクリスマスベルを紹介してみました。家にクリスマスツリーがある方はぜひちょっと作ってみてください。クイーンズ伊勢丹で買いました。それではまたねー。バイバイ。